could get colder. That it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are. 夜はめっちゃんはここで寝るようになりました。これはニトリで買った猫ベッドなんですけど、むっちゃんはいつも一緒に寝てたりするんですけど、やっぱり一人で寝た方がストレスも少ないのかなと思って買ったらすごい気に入って夜はここで寝てますね。Your mother like she's made of gold. After all she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. Someday you will be stronger than you are now. But you will not know everything.Spilling over the bow, you'll still have me in the wind. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again.Someday I will be weaker than I am now. And I still won't know everything. When I'm passing up and over the clouds, I hope that you'll have learned from me. Someday you will be stronger than you are now. But you will not know everything.The water spilling over the bow. You'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again.Gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. みなさんこんにちは、本と猫のみーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。私 SNS は YouTube と Instagram をやってるんですけど、最近もうほんとつい最近 X も始めたので、よかったらフォローお願いしますX ではなんだろうな、猫とか今読んでる本とか本当にゆるく写真を撮ったり
ポストしていきたいと思っているので、 X やってる人はフォローしていただけたら嬉しいですね。今回はこの前ちょっとお出かけして紅葉を見にできて、その前に本を3冊買ってきたので、それを紹介したいと思います。最近気になった本と読みたかった本と、これから集めていこうと思ってる作家さんの本を買ってきました。まず1冊目が村山由佳さんの猫がいなけりゃ息もできないです。これは猫エッセイとしてとても気になっていたので買いました。なんかもうこの猫がいなけりゃ息もできないっていうこのタイトルにもぐっと惹かれましたね。この前猫の本を買ったんですけど、それがちょっとビジネス書っぽくてがっかりしたっていうお話を前回の動画でしたと思うんですけど、そういうのもあって純粋に本当に猫についての本が読みたかったので、ずっと気になってたこちらを買ってきました。これもちょっとだけもう読み進めてるんですけど、寝る前とかに最初の方にも写真とかついてて、間にも写真が挟まっていたりして本当に可愛いんです。最愛の猫との輝ける日々と、ただ悲しいばかりではない看取り、ウェブ連載時から大好評の魂が震える猫エッセイとなっております。 いつかお別れは来ますからね。なんかこういうのを読んだりしながら、今からじわじわと心の準備をしていくことは大切だなと思います。最近新しい新入りのクーも我が家にやってきて、私自身も最初はやっぱり緊張とか不安とかもやっぱりあったんですけど、今はもう落ち着いていて、クー自身もなんか落ち着いて過ごせてる気がしているので、やっぱり猫にも緊張は移ってしまうと思うし、猫自身も居心地が悪いと思うので、やっぱりお互いがのびのび暮らせたらいいので、みんなで過ごせる環境を作っていきたいなと思ってます。自分家で飼ってる猫がそりゃ一番可愛いんですけど、やっぱりなんだろうな、こうやってこういう風に猫見るとめっちゃ可愛いと思うし、 SNS とかで猫の写真アップしてる人とかの猫ちゃんを見るのも楽しいですし、本当に猫と住んでからもう猫が大好きになってますね。もう猫がいないとダメですね、私の人生は。次に紹介するのが中村文則さんの土の中の子供です。これは人間の根底に潜む行と柔らかな希望を正面から追求し賞賛を集めた芥川賞受賞作となっております。この本は人を狂わせるということで、中丸文則さんは何もかも憂鬱な夜に及んですごく好きだと思って、まあ、その時にコメント欄でこれをおすすめしてもらったので買いました。中丸文則さんのエッセイを読んでる中で、エッセイの中でも小説を書いてる時の気持ちとか、この作品を書いた時はこういうことをやってましたみたいなことも書いてて、うつうつとした文体なんですよね、エッセイも。それが私はすごく好みで、あんま本読めなかった時もあの中村文則さんのエッセイは読めたんですよね。これからこの中村文則さんは集めていきたいと思ってます。次は社交とか読みたいなって思ってますね。実はこれも買ってすぐ読み始めて、最近読み始めてちょっとここら辺まで読んでますね。最後に紹介するのは結構 SNS でも気になっていた市街地ギャオさんのメメントラブドールを買いました。このピンクの表紙が可愛い。
何もかも守られていないから私のところに来るんじゃないの。私にはいくつか顔がある。マッチングアプリでのんけの男を釣って食っては体調として好意心を裏垢に上げ、平日昼間は SIR 企業の引率若手正社員ただおかとして労働しながら、新宿区住まいの家賃のために宇田町の姿で男の子コーンカフェのキャストとして立つもと、高専の姫ポジションペルソナたちがハレーションする。どうしようもない人間のどうしようもない梅雨明けまでの1ヶ月となっております。新宿区在住20代裏垢男子の令和5年、金原ひとみさんが帯に書かれていて、形のない私を言葉で照らし出す著者の狂いのなさに読む者は狂い出しそうになるだろう。事件は起こらない、しかしこの小説の誕生は事件だ。第40回太宰治賞受賞作&第46回野間文芸賞新人賞候補作となっております。開けるとこんな感じ、これは金原さんが帯を書かれていたのもあるし、この新宿区在住からの文字が気になって購入しました。しかもこれはもう買ってすぐ読んでしまったので、もうこれはもう読了済みなんですけど、いやーすごかったですね。すごい勢いのある文章で読まされました。もう後半なんてどうのなんだろう、言葉のなんかリズム感であっという間でしたね。なんかまさに今って感じなんだろうなっていう、 SNS 社会に生きるもう現在の人の感じ、なんかネット用語とかすっごく取り入れられてたりして、普段使う言葉じゃないのにすっごい読みやすかったんですよね。書き出しもハートから始まって、マッチありがとうございます、プロフ見てよければ返信ください、 Tinder には須田まさきと山崎健人がいっぱいいる、でそういうのは大体やれる、今マッチしたのは通算3人目の山崎健人だった。もう気になりますよね私は気になりました。なんかもしこれ気になってて、やっぱり単行本なので買うのためらう人は、確かこの筑摩書房のサイトから冒頭を読めると思うので、無料で読めると思うので、ぜひ読んでみて欲しいですね。ちゃんと感想を まとめて読了本紹介の動画としてまた紹介させていただきますね。ということで今日は新しく購入した3冊の本を紹介させていただきました。本当は袋から出して買ってきましたってやれればいいんですけど、もう私すぐ読んじゃうので、買ってきた本は撮影するのにちょっと時間が空いてしまって開けてしまっているんですけど、こんな感じですね。皆さんも最近買った本とか読んでみたい本があればぜひ教えてください。なんかもう3冊買ったんですけど、もう本屋に行きたい気分になってしまっています。でも今何読みたいんだろう。今本当これが読みたくて買ったんですけど、あでも千早さんの新刊とかもうちょっと出てるのでそれは欲しいんですけど、と何買おうかな。新刊コーナー見に行きたいですね。また